デカログです。デカログです。デカログです。今日は今日は2月の23日、金曜日。また岩佐に来てます。イエーイ。今日はベガルタから案内があったポスター配布大作戦に参加いたします。めちゃめちゃ眩しくて険しい顔をしている私。泉中央駅周辺のお店に配るらしいので、そうですね、配っててベガルタをサポートしていければというところでございます。ベガルタの輪を広げようの会。やだそれ本当に。でね、動画の撮影の許可もいただいてるんで、はい、控えめに撮影して控えめにやって、うん、ご迷惑にならない程度に、はい、レッツラドンドン。ベガログは仙台のサッカークラブベガルタ仙台を応援している Vlog メディアです。試合当日のスタジアムの様子、画像同時視聴ライブ、ベガルタ仙台関連のイベントなどが主なコンテンツです。ベガルタ仙台を応援している方はもちろん、タサポさんもぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。集合場所です。集合場所です。はい、この銅像撫でるといいことあるらしいんで、皆さん来たらここをね、ベガルタのロゴを撫でるといいことあるらしいんで、皆さん撫でましょう。雪がすごい。嘘です。ポスター配布の注意事項をいただきました。あの、もらった紙の中にこういう感じで店舗の人に声かけてねっていうトークスクリプトがあったんで、嫁に実践してもらいます。こんにちは、ベガルタ仙台です。いつも応援ありがとうございます。おかげさまで今年も無事開幕を迎えることができました。今日お伺いしましたのはベガルタ仙台のポスターを作りましたので、よろしければお店に貼っていただけないでしょうか。ちょっとうち嫌なんですけど。そんなこと言わずに。なんかいいことあるんですか。ご利益があります。ご利益ご利益あるんですね。はい、分かりました。じゃあちょっと貼ってもらっていいでしょうか。その後の話はないの。ない。そのちょっと。それから応援パック、応援チラシもご確認よろしくお願いいたします。最後にありがとうございました。はい、とのこと。承知しました。いけるね。今日は旦那がやります。待ってたんだ。結構人集まってきて、そろそろ説明の時間が来そうな感じです。なんかベガッタも来てんだけど、さっきなんかサポーターと雪合戦やってて。いやもうね、賑やかでとてもいいですね。そんな感じです。あ、何言った。あ、失礼しました。邪魔なんだよ。いきますよ。今日のポスター配布頑張りましょう。パッション。パッション。ポスター配布頑張りましょう。
ファッション。ファッション。はい。行きましょう。リアンさん、富田さん、スタンされました。ポスターにサイン書いてくれるらしいのでね。イエーイ、サイン付きのポスターで。サイン付きだぜ。今シーズンは後ろに貼ろう。うん、家の後ろに。うん、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、いろいろお手伝いください。いいえ、とんでもないです。ありがとうございます。サイン入りポスターゲットしました。ありがとうございます。終わりました。はい、終わりました。終わりました。めちゃくちゃポスター貼りまくってきました。めっちゃハードだった。結構ハード。渡すもの多くて思った以上にハードだった。このサイン入りポスターとチケットをいただけたので、はい、いただきました。いやー、なんか、うん、結構なんだろう、お店によってね、なんか貼れる貼れないとか、なんかまあまあ大人の事情あるよね、いろいろね、うん、あのなんだろう、規約決まり、うん、お店の決まりとか意外とあるみたいで、うん、あの貼ってくれるところが結構レアなんだと思ったから。そうだね、あと責任者いないんで確認しますとか、うん、やっぱスポンサーの兼ね合いとかあるからね。そうそう、だから、うん、こうポスター貼ってあるところ、うん、結構すごいんだなと思ってそうだね、だから今まで何気なくね、お店に貼ってあるなぐらいで見てたけど、うん、なんかそういう事情を知って、なんかなんていうの、実は人の努力の上で積み重なってこのポスターが貼られてるんだなみたいなみたいな、なんかちょっと重みを感じた、うん、意外となかなかいい機会だったね。寒い、うん、寒い、いい機会だった、うん、マジで。あとはいよいよ開幕しますので、よし、もうあとは勝つことを祈るだけだね、うん、よかったらポスター見た人はベガルタの試合見に行きましょう。行きましょう。岩下近いんでね、ポスター貼った場所付近は。じゃ、ポスターを、あ、いいよ、ポスターを見たらありがたやーって、ありがたやナムしてもらってナムするのは不審者でしょ。ナムしてもろて、うん、皆さんで岩下に行きましょう。行きましょう。行きましょう。はい、そんな感じで、そんな感じで、チャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いいたします。それでは次はパブリックビューイングでお会いいたしましょう。ベガログでした。ベガログでした。ムカつくそれ、マジで。